おはようございます。本日もご覧いただきましてありがとうございます。ワンコとカラスが鳴いてます。今日は車をもらいに行く日です。とこのときめかなかったデミオ君ともさようならでございます。N 番がときめいてくれることを祈ります。和子さんの知らない車だからね、何かあった時に助けてくれないかもしれないけど、まあだんだん覚えてくれると思いますね。えみちゃん、自動車屋さんの優しいおじさんにもまた会えるかね。今日は昨日ジェッツ負けちゃいましたね。残念でした。チャンピオンシップ出れただけでも今年はラッキーっていう感じでございましたから、まあいいでしょう。天皇杯も東アジアも取ってますから、あんまり欲張んないようにしようということで、今年ワンシーズンお疲れ様でした。クックスさん、オーストラリアから来た、もう1年でまた向こうに戻るそうですけれども残念です。昨日だっけ一昨日だっけ、あのガードマンのおじさんと会えないねーなって言ってたんですけれども、今会えました。兄ちゃんも喜んでね寄ってきまして、今日明日また舗装の直しの工事やってもうそれで終わりだそうなんで、もう今度本当に会えなくなっちゃうねっていうことだそうでございます。残念だね。明日会えるといいね。アジサイが花をつけ始めてますね。こっちがガクだっけ、どっちだっけ、外側が花だっけね。アジサイって違うんだよね。ね、去年も言ったかもしれないけど、アジサイってすごい毒性のある木らしくてですね、よくアジサイとカタツムリがセットでこの時期描かれてること多いと思うんですが、カタツムリはアジサイの花には近寄らないそうです。毒があるので、というお話でした。はい、おやつね。今年はもう蚊が結構発生してるらしいですね。うちはね幸い上の方の階なんで蚊はまず問題ないんですけれども、ね、ゆみちゃんお散歩したりしてきた時に草むらでちょっとね心配ですよね。ジュフィラリアの薬は5月30日からか、今年はね、はい、6回だか7回だか飲むようになってたと思いますけれども、朝ごはんです。オニオングラタンスープとあとトーストです。あずきあんがありましたんでね、今日はこれとハニーバターと思いっきりギルティーに行きたいと思います。はい、じゃあ出発します。出発、おー、大丈夫だよ、はい、みーちゃんちょっとねゲーしちゃいましたね。でもその後パン食べたから全然平気だよねじいちゃんしっかり手で受け止めてしまいました。人の車だしね。到着しました。これですね、みーちゃん、これが今度トタンの車だよ。まだシートビニールついてる、ステアリングもビニールついてる。リコン決まっててね。ナビがついてで ETC がこっちに、はい、あとなんて、あ、カメラ、はい、ありがとうございます。バッチリですね。
バッテリー。はい。のバッカーです。あ、はい。はい。じゃあ。はい、ミミちゃん。新しい車です。綺麗だね。USB がここに2つある。エアコン吹き出し口。帰りはゲイしないように頑張ろうね。オートロックだ。はい、ミラーもつけて、ミラー型トラレコもつけていただきました。これがなんとテレビだけじゃなくてナビもついてるんです。まあ、使うかどうかはわかんないけどね。これからはこの子と暮らしていくことになります。よろしくお願いします。走行距離今22キロ。鍵。ラーンと。広いです。これを持ってくやつだね。荷物をどこにどのくらい置いておけるのかっていうのもちょっと考えないといけないな。これはね、もう後ろのシートは使わないと思うんで、ヘッドレストいらないな、みんな持ってっちゃおう。これだけはつけないとって感じです。これがヘッドレスト外します。なんとこんな平らになって、マット敷けばしっかり寝れます。2メーター以上の人でも寝れます。荷物もいっぱい詰めます。すごいね。そう、綺麗になってますね。明日おじちゃん来るかね。あとまだこっちの道路が舗装が終わってないんだね。明日ここやりに来るのかな。明日おじちゃんがいないと最後だよ。夕方の散歩来ております。疲れたのか二人でわーわー見えちゃってました。新しい N 版なんですけれども、なんかもう乗用車ですね。このエブリィに比べてやっぱり室内静かです。確かに、まあエンジンの位置がね、今まではお尻の下近くにあったのが、今度は完全に足の方にありますんでね、そういうのの違いもあるでしょうし、初めてのホンダで慣れない点はまだありますが、これからどんどん自分のものにしていきたいと思います。あれ、そういえばふなっしーのお守り持ってったんだけど、つけるの忘れてたな。なんか目が細いね。なんでだろうね。か。晩ご飯です。昨日いただいたアジじゃないよね、これ。イワシかな。サンマ？サンマは今の時期ないね。フライ。コンベクションオーブンで焼きましてサクサクになりました。はい、あとこれはね、柚子胡椒風味のおこげのスープでございます。はい、ではこれでいただきます。昨日の残った半分のご飯。じゃあ何食べるかな。じゃあお魚とご飯ぐらいかな。はい、ではいただきます。